ゴーストブツシマやるぜ。赤ブルーさん購読ありがとうございます。まあでもゴーストブツシマほどほどに栄冠やるかもしれん。俺この手のゲーム基本苦手だからな。30分でやめるかもしれん。俺に関してはどんなゲームかすら調べてすらないからね。ホームシアター？内容分からんけども。まあ普通で。日本語の音声、日本語の字幕。中国語みたい。蒙古国が対馬かな。襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。映像めちゃめちゃ綺麗じゃない。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。めちゃめちゃ画質綺麗なんだけど、やば。血を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし。武勇。はい、この人の声めっちゃかっこいい。聞いたことある。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。誰の声だろうこれ。我らこそモノノフだ。では足立殿。ああ、スネか。奴らの息をくじいてまいる。こういう声だとだいぶイメージ変わるね。みたいに強そうなやつ出てきた。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。パワー系出てきた。我に下るか。声かっこよ。誉れなき者には情け無用。さあかかれ。島を守れ。かかれ。
まさか操作、まさか操作、操作だ。視覚で切れる、移動できる。やばい、死にそう。ちょっとなんか飛んできてる。ちょっとやばい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 。とりあえずあのおっちゃんについてく。大丈夫なのか、俺これ知らないのか。うわ、え、死にました。あー、赤狼で言うと左腕が飛ぶ演出ね。ジン、ついてまいれ。仲間が、この命に変えても前進せねばなるまいぞ。え、クソ映像綺麗なんだけど、大丈夫これ。なんか、あ、L1シガードだ。バツジャンプ、四角攻撃。敵将を逃してなるものか。三角なんだろう。続け。 L2、R2、R1 は何も動かない。キリステイ、ガード。うわ、時代劇。え、盾持ってるやついるんだけど。これ敵は何人なの？青銅の盾みたいなの持ってる。わ、かっこいい。受け流してる。マジで映画じゃん。敵もガードしてくんだけど。やぶたい。やべ、体力とかわかんねえのかな。あー、かっこいい。マジで映画みたい。なんか2回切ったら盾弾けるね。あ、このおっさん強え。なんかこのでっかいツンついた兜つけてる人は偉いやつっていうイメージがあるから、こいつの後ろについていこう。もはや我らのみ。片道は一つ。敵将を見つけ出し撃ち取るのみ。負け戦なんだけど。言えることもいたしたくないんだけど。負け戦なんですけど。もはや我ら二人はもうダメでしょう。勝ち筋ねえやん。あれが敵将。ああ、さっきのやつか。確保できています。ここで決着をつけるぞ。パッション、パッション理論。え、また死にました。勝手に、今回は勝手に死にました。僕じゃないです。おしぐれ。ああ、さっきの大層の兜つけてた人。え、さすがに大塚さんこの速度では死なんでしょう。だから死なんね。声優読み、大塚さんがこんな開幕10分でいなくなるってことはないから、大塚読み、多分生きてる。多分本当に最後の最後までいる。一番重要なとこで多分死ぬがかり。我が名はコトゥン。コトゥン。フビライのいとこ。フビライのいとこ。シンギスの孫だ。シンギスの孫。つまり何人？チンギスハン。聞け。お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬。ああ。必
勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。ドルゴルス連銀ダグワドルジと同じ出身か。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。こいつかっこいい、この相手。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。下ろう。汗がリアル。いや、でもまだわからん。最初に倒されたやつみたいに頭が飛んだところが映されたわけでもなんでもないから、まだわからん。実は後ろにいた味方を切って一緒に潜入捜査的なね、何かをやってるかもしれん。まあ、それか文化しきたり信仰全部覚えたって言ってたから安心せい峰打ちじゃって言ってるかもしれん。ある、それは俺あると思う。うわ、すごい、顔の動きがリアルすぎてちょっと気持ち悪い。気づいたら寺に行き着いてて、仏師様が仏様掘ってるかもしれん。いかにしてここへ。あれに調べる。誰かが俺を見てくれた。なんか使えそうなもんねえかな。食料のみ。レンコンだ。離れねば。離れる。もしかして捨てるちゃん？蒙古ども、蒙古タンメン。誰かが俺をかくまってくれた。その者がタチも。タチを探す。あー、ステルス要素出たー。ちょっと待って、よく見たらめっちゃ近いところにできるんだけど、こんな怪しいやつやばいだろ。なるほどね、余計な説明はいらぬと。この家に入っていったぞと。うわ、怖っ。めっちゃ綺麗だね、映像。うわ、この俺の鎧。おお、俺の鎧。よっこらせー。壊れておる。いや、だがあるだけありがたい。喜んでいい。いや、壊れすぎだろ。誰が歯を研いでおった？武士か。歯を研いでくれたの？赤老この画質でやりて。まあ道順にね。めちゃめちゃ金かかってんな。すぐムービー入る。すぐ高そうなムービー入る。ベヨネッタとは違う。中に戻って早く。傷はどう？走れそう。おそらくタチはここにはない。私に任せて。ほら、おつー、多分おつーさん。彼女の名はおつー。
演技がうまい。少しならあるから持っていって。なんだ、なんか顔やばくなかった。お通だね。ユナってんだ。ユナってんだ。たちが欲しいな。ユナって最近できた名前かなって。ここ50年ぐらいでできた名前だと思ったけど、昔からいたんだ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。え、アールさんって何、これか。ちょ、プレステ2わかんねえから。お、行くべ。どうする。こっち。どっち。こいつの名前はオツーであってほしかったな。いや、バレるやろ。助けようなんて思わないで。民の命が、うん、あ、やばいやばいやばい、バレちゃいました。志村殿はバレちゃいました。おられたか。地頭の知らない。ユナ、待て。あ、ユナちゃんマン。志村殿は俺の叔父だ。いいね。あんたが社会人か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。猛虎ってなんだ。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。侵略者であることはわかるんだが、守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。ああ、モンゴルのことなんだ。だが無事にお助けすれば。じゃあ蒙古タンメンってモンゴルのタンメンなんだ。鎌倉にゲブミを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。何語だ。殺していかんか。もうムカつくぜ、うん、うわ、めっちゃすごい。え、すごいんだけど、なんかこの視線の感じ。ちょっと待って、どうやってしゃがむんだったっけ。あ、オッケーオッケー。待って、騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。抗う者は通って。もうあの、やっべ、バレました。やばすぎでしょ。どういった、ちょっと待って、もうそう、カメラ操作がうまくいかなくて、本当にコントローラーで俺こういうゲームやったことないから、本当勘弁してほしい。ユナ、初心者用の速度にしてほしい。まずい、隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。声小さいな、ユナの。今だ。いや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 、いや、もうべったりよ。早くもクソも。いや、いるけど、人そこに。アンペイだ。屋根に登るしかない。え、ほら、屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。おい、赤老を侮辱するつもりか。薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。セキロをこいつ今侮辱したな。空手じゃ心もとない。使えそうなもの
もらっといな。娘というのか。野党じゃん。僕に死んでる。モンゴルって何語？モンゴル語？ちょっと本当勘弁してほしい。この辺の捜査官は勘弁してほしい。え、拾ってるものが物資としか表示されてないんだけど。中身は何なんだろう。物と交換して太刀打ったのに。見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあれば家のどこかにあるはず。やべ。まあこういう時は大抵見つかりづらいに。お、ある。ねえ、かっこいい今の演出。もうちょっと音が流れる時間長くしてほしかった。シュッチン。殿の老い。急に無音になるやつ。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。急にチュートリアル始まった。こいつボコボコにしちゃう。わしに当ててみよう。結構当たってたけどね。結構当たってたけどね。よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったが。いや、勃剣といえど死ぬからね。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。煽って攻めさせます。身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。坂井陣が勇ある武士だと示してみよう。さっき結構崩してたよ俺。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。結構ボコボコだったぞ。死んでお。結構ボコボコだったぞ。に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。やべ、痛い。このじじい、子供に向かって。よく防いだな。ざけんなこの。良い構えだ。つくんじゃねえ、危ねえだろ。喉に当たったらどうすんだマジで。死ぬぞ。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせん。よし、
これが体力。あ、はい。これが気力。気力を消費すれば回復した。あ、気力で回復できるんだ。敵を倒すか、うずけ流しが成功すると回復する。あ、へえ。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。パーリーだね。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。急に切り始めた。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。お前どんどん自分が有利な風にしやがって。ふざけるな。すかさず切り返してみよう。丸とエル。よし、その息だ。よいか、かわしたな。うるせえ。攻めろ。ついた後の隙を見逃すな。こいつこの雑な攻撃は防がれるぞ。うまく避けたな。わしがついたら避けるのだ。よい切り返しだ。ついた後の隙を見逃すな。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。結構多いな。大口を叩くな。やること、一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が夕餉を決めるとする。夕餉って何？では晩飯？タコにしましょう。タコ。うまいぞ。タコ。弱え。おじ上弱えよ。めちゃめちゃ弱えよ。飯の前に即タコじゃん。即タコこの。代々当家の武士は規律を守ってきた、うん、何を重んじてきたかわかるか。人です。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それはタコ、タコ。民を守ること。ほら民、ほら己を守れぬ者ら。言ったべ。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。いや最初に言ったじゃん俺。人って人人人人が大事なのよ。わしも日々苦心しておる。しかし我らはえマジで映像綺麗。ことで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。この大塚さんの映像の花好きだわ。花。I've not a samurai. え ？I've not a samurai.刀って本当に本身を抜いたときこういうキーンみたいな音すんのかな。チュートリアルを生かせと。ダッシュ。見つけたんだね。見つけました。馬はどこにいる。馬屋にいるかも。来て。どうやって入るんだっけ。あ、これだ。え、こいつも弓矢ゲットしてんだけど。しかも朝になってるし。いやー、見渡す限り敵。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。あー、これ戦うタイプだな。もう武器手に入れたから結構ちょっと強気になっちゃったタイプだ。お一人忍殺しよう。近づけそうだ。後ろから喉をかっきれば静かに。ああ、ほら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 。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。そうやぞ。こっちとら侍じゃ。来い、鬼畜ども。パ
パワー系でした。パワー系でした。見えない。ちょうど俺のウェブカメで3人目が見れなかった。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと、もう隠れんぞ。え、バレた。あー結構むずい。多分結構むずいぞこれ。ターゲット変更が多分これ結構むずいぞ。お、百姓が。みんな死んだと聞きましたが。感謝してる。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし。いやめっちゃ顔綺麗だな。こいつ怪しいな。必ず息子を守るのだぞ。村がこんなことになってるのにこんな綺麗な顔してここにいるの怪しいな。無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。本当だったらこのユナみたいにちょっと薄汚く。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじゆえがお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじゆえをお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。おお、馬屋はすぐそこだよ。いやもうさっきバレる範囲がおかしいやん。お、撃て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 、いいぞ。めっちゃ気合で回復。あ、え、やめてよ、やめてよ。え、転生改正、結構防御低いな。あっという間に死ぬぞ。受け流すぜ。おれ、馬屋へ急ごう。なるほど、任してほしい。もう任してほしい。多分ね、俺このゲーム得意ですよ。浜に連れて行く。多分ボスとか1対1でしょ。あの10対1とかになんなかったら多分得意だわ。あー決めた、こいつや。デジタルデラックス版の、あ、なんだこいつ。デジタルデラックス版じゃないのか。デジタルデラックス版どれや、こいつか。デジタルデラックス版、あーなんか地味やな。なんか前髪変だし、まあこいつにするか。どうどう、似合ってる。名をつけねばな。ん、あ、な、おー、影、空、真、まあ真、ノブ、ちょっと一回考えよう。空、天をもかけよう。ああ、この一言で決めようか。影、世を守る闇。ああ、空、天をもかけよう。ああ、ノブ、誠の心。まあ俺正直者だからノブにするわ。殿下の宝刀トロフィー、殿下の宝刀ノブを手に入れたからな。シンと思わねえか、あれノブだとは思わんくねえか。金田の木、
地島は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から。大手門。アンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ。大手門は茜門。我、鬼は行部正隆なり。お仲間と同じ目に遭うよ。大手門、この行部が通さず通さぬ。行くぞ、鬼影。お主はここで待っておれ。やべ、話が全然入ってこない。なんつってた？大手門の話で、もう一騎打ち、敵に近づくと一騎打ちを申し込むことができる。三角を流して、長押して切られる直前に三角を離せば人たちで仕留められる。へえ。志村殿を返してもらうぞ。You got fooled here, Etno。かっこいい。お前も俺とやろう。いや、手前の一騎打ち関係ねえやもん。そうなってきたら。やべ、おねちゃきするしかなくなってくる。やべ、結構シビアだ。はえ、振りが。やったねじゃねえんだが。この音何？わからねえ。だがおそらく猛虎の兵器。おお、つえ敵。なんだ、俺一級釣る前にちょっと英語版の鬼は行部のセリフも言いたかったのに。My name is行部正隆鬼は。やりたかったのに。言うな、強えし。押し通れ。危ないってなんだ。何も見えへんぞ。これさ、ここでガードだけしてればユナが全部倒してくれるのでは。うわー、何今のカウンター一戦。熱い熱い熱い。しゃーっこいい。気持ちいい。これ以上は無理だ。小刻みなパーリーみたい。主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。おじ上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。森に逃げろ。いや、普通に弓強かったじゃん。いやー、大振りだこれ。むずいな。あー、切りながらも気合だから回復できるんだ。アイテムじゃねえから気合で回復できるわ。いや武士もジャンプするから。武士だからジャンプしないとかそういうのないから。武士だからこそジャンプするんだよ。矢の回避。猛虎の一種は矢を射る前に大声で合図して戦闘中の仲間に頭を下げさせるから。何でもジャンプしちゃったわ。ああ、なるほどね。
このゲロが危ない。どうしよう。オーケー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 。原子炉みたいなやつ出てきそうやな。弓と刀の一騎打ち、かっけえこれ。速度を安い。だーっこいい。まあでも基本的にはこれの繰り返しだ。うわ何今の動き。いやむずい。とどめを刺す。コテンハン。まさかコテンハン最初のボス。やばいってこの曲は。目がだってもうかもう怖いわ。あれは酒井仁。かわいいし。地頭である志村殿の甥だ。お十恵が受けた恥、すすぎに参った。なんだろうね。こういうつぶらな瞳の生き物はすごく強そうに見える。志村から。己のことは聞いておるぞ、酒井仁。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて、あ、やっぱ生きてるやん。情けをこう姿をな。仁。さあ、どうする、酒井仁。ちょっと待って。おじが見ておるぞ。なんだ。諦めろ。なにこれ。気合で回復。黙れけどめ。やべえ。ちょっと待って。パワー系すぎる。いや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 、デタラメに強いんだけど。やめよ。くだれ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくは。いや、ここは必殺技覚えてやり直すぞ。あ、なるほどね。源一郎だ。また源一郎イベント多いな。怒らせちゃったわ。さんか。これで父親を失ったの。若様、若様、そろそろです。ユリ、今参る。島中の者がユリちゃん父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は
ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。なこいつ。めちゃめちゃいい屋敷に住んでんな。気持ちいい。守られた誠のものの不要。こいつ葬式に白スーツ着てきてる。いや、おじ上かっこええな。私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって、息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。なんかこれ口とセリフが合ってないけど、デフォルト英語で作られてたりする。これこれを父と思え。ああ、英語なんだ。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。なんかおじさんがすごい泣くのを我慢してる顔を見ると、めちゃもらい泣きしそうにならない。こいつは泣かんやろってやつが泣きそうな顔してると、リアルとかでもさ、なんかつられるよね。ナイドル普通。家紋か。そういや、うちも家紋あったな。俺んち川上家はリンゴみたいな家紋だった気がする。六角形かなんかの入ってるの中に入ってるリンゴみたいな家系だった。風の流れを追え。なあそれ。っていうかノブは、こっちに吹いてるよな。こっちに増え、いや、ただこういう時は流れに逆らったらなんもねえな。なんかありそうだけど、あ、でもあんまりなんかアイテム探索要素はないのかな。お、信子、鹿か。え、これは風の流れじゃないの？あ、こっちか。動けって。お、頼むから。言うな。あー、ノーブ。よかったノブ生きてて。どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが。
ダメでした。あえなくハーンに。おじうえは嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。うわー、この最初のハーンに勝ちてえな。対馬を救うつもりが。最初のハーン芝きてえな。故郷を乗っ取られ味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち。負け夢で勝ちたくなるよね。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても帰り討ちに会うのは必要。弱気。考えねばなるまい。じゃあ弟先じゃん。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。待て、隠れよう。すすきの中に。これ最悪馬に跳ね殺されるんじゃねえの。え、うちのノブは？え、ノブが消えた。あんたを探してるんだ。あ、いた。あ、違うわ、あいつ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すげえ。もう馬小屋で働こう。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。鷹を助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子と。いいな、このお二人を。だっていい主人公がさとか、こういうヒロイン的なのがさ、美男美女とかじゃなくてさ、すごいリアルな感じ。ええな。では壁を登れるようなものは。鷹の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様。つうかユナ馬に乗れるのか、すごいな。馬に乗るのって訓練必要なんでしょ。むずいんでしょこれ。やべえ、源一郎出てきそう。近くに洞窟ありそう。地面に長槍みたいなの隠されてそうな場所だ。めちゃめちゃつくし生えてる。いやー、いるってこれ。うわ、すごい。え、すごい。最終回みてえだ。ススキ触ってる。で、俺はして、どこ、俺はどこに向かえばいいんだ。当てもなく走り続けておりますが、ここは一体どこなんでしょうか。川上迷子です。対馬をめぐって未踏の地を見つけろ。これが物語。うわー、いいとこにワイプがあんだこれ。やっぱりこれパワポケ、パワプロ、パワプロ。でもここにしたら名前が、体力が見えねえんだよな。ユナは弟のタカを探している。タカは火事で猛虎に囚われているらしい。ユナはうち。物語を完了してメイドの噂が広がれば。メイドじゃねえな、なんだ、メ
名人。まあまあまあええわ。ああ、目的地を設定しないと風が吹かないんだ。なるほどね。目的地を設定すると、あーい、どうやって走るんだこれ。やべ、普通に降りちゃった。あごめん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 。ここへ。本当に間違えた。走り方が分かんねえ。歩くしかねえのか。スティック押し込む。違うな。ユナだ。ユナだ。エルか、エルスリーか。この逆らうんじゃねえユナに。待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。川上？鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。武士の本懐、クズの本懐みたい。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しており。じきに誰か見つかるさ。なんかあったよね、そういうアニメ。後でタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。これなんて読むんだろう。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。ケチ。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。ちょ、スタックした、スタックした。傷はどう？これ武士って何なんだろう。収集品。護符を装備すれば能力が向上する。へえ。集めた物資は袋の中に。漁師に渡せば他の。ああ、物々交換だ。治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、さすがにでも貨幣はあるよな。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがもののふだ。そうよ、それがもののふよ。自分不器用なんで。高倉健も武士みたいなもんよ。結構遠いな。てかすげえ綺麗な島だな。風はこちらに行けと言っています。やっぱコントローラーは視点変更がすごく大変だ。慣れない。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。グラフィックいいね。本当に一つ一つの挙動がええね。
待ってくれ。これなんだ。あ、すごいな。MMO みたいだ。かけろ、ノブ。ノブって聞くともう千鳥しか出てこんから、ちょっと馬に慣れさせんと。ねえ、ちょっと迷子なりがち、迷子なりがち。ちょ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 、死ぬ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 。なあ、ここね。あれが八重、入れそうにないな。数日で八重って言ってたから、なんかちっちゃいテントかと思ってたけど、探すぞ。ちゃんとした砦やんけ。きつっ。タカを助けなきゃ、敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。助けて、閉じ込められた。あよ、なるほど。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。なあ、なるほどね。正面の壁に隙間がありゃ、中に忍び込める。ちょっともう一回ボスと戦いてえわ。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば、こいつマジパワー系だな。殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め、正義をもたらしたんだ。我らは誉と共に生き、誉のために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。ユナはしばらく最後までいそうだな。行くぞ。あ、もう馬読めねえのか。もう馬でばっこり寄ってったろうかなと思ったけど。猛虎が来る前から守ってやったんだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。理想と現実の狭間で、もののふも考えておるね。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お、脇差し。おお、プライド捨てたね。闇討ちって書いてあるわ。すぐ死なないのもなかなかリアルなもんやな。
さっきユナがやってた時もそうだったよね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。もうこんな装備で熊狩りとか正気かよ。あとを追うぞ。あー、弓矢の使い方だこれ。弓矢の使い方のチュートリアルだ。あ、な、俺がたどるんかい。この地に熊が出るなんて。そうだな、戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。屋敷おザ・ハンター始まったな。眩しい。ちょ、もう眩しすぎて何も見えん。おじい目が見えない。信じられないぐらい朝。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。いや、眩しい。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやろう。それもう道が見えねえよ。おお、道が見えねえ、道が見えねえ。どうだ。いや、嘘でしょ。何も見えんの。いました。夜な、いるよ。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。ちっか、見てください。この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが、おじゅうよ。罪人はその命をもって償わせねば。子供の時の酒井嫌いだな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。ずっと思ってたんだけど。お前を胸に切れ。まあ子供だからこうやって今の酒井ができたんだよっていう話なのは分かるんだけど、嫌いだな。背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。初めてヒット切った時かな。虚に乗ずるは臆病の証。闇討ち。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。耳すまし。え、何これ？俺主導？闇討ちできんのかな？闇討ち。あ、急に
急にゲームっぽい闇討ちになったの。こいつの刀の背負い方かっこ、おれ！お、いや気持ちいいこれ。このくらいのステルスだったらいけるぞ俺。優しみステルス。あれこっち2人いなかった。よいしょ、おらちょっと待って、長押しで牢を開ける前に、おっ、かっぱらえるもん、かっぱらうべ。なんだこれ、こういうところは日本っぽくないね。なんか天とか。でも砦自体は日本っぽかったけど。まだいるな。チュンハルボ。どうも。いって、結局こうなる。うおお、やばいやばいやばい、こいつやばい。強いこいつ。貴様何やつ。あ、ちょ、やばい、ガチャ。あ、体力見えねえし俺、自分の顔で。いや、ユナしれっと倒してるし。いって、ああー、最初からこれでよかったんや。何がステルスじゃん、全員ぶっ殺してやる。鉄？これは高級そうだ。一回拾ったやつはもう拾ったことない。邪魔くせえなこいつ。ってことはあいつはまだ生きとるな。ティッシュ、ハン、トラリッツェイ、ユナ出番ぞ。マジ痛え、マジ強え。頼もう酒井である。俺切り捨てごめん。
うん、オプションで見れるのか。アールール、遊牧民としてのモンゴル人の食生活の中心となる食品。新鮮な乳から作られたカードで、偽乳、違う、義乳、義乳、義乳、糖や果物を混ぜて乾燥させたもの、さまざまな形状のものがある。へえ。特選隊？モンゴルに詳しくなれるな。嬉しいわ俺、モンゴルに詳しくなれて。ドルゴルスレンギーンダグワドルジュも多分通った道なんやろな。ユナ、あれは違う、タカじゃない。そうか。でも助けてあげる。あ、死んでる。開けたらで。よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。よく中に入れたなっておかしいやろ。川まで進むぞ。そこ怪しいな。でもこいつ当たり前のようについてきてるけど、ほら先導してるし。お主はスゲガサ衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。お？手伝ってくれ。無理だ。だが、スゲガサ衆に聞いてみろ。そんな即決で四平原の近くの無理だって。お前にはなんか感謝とかそういう気持ちはないのか。こいつ怪しいな。切っといた方がいいんじゃないか。お前はない。だが、多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとか。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。なんかこいつ腹立つな。たかがアザモウラで鍛冶屋が見つかるといいね。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはたかを救い、それから叔父上だ。ジン、すっかりもう下の名前。どんな道具だってすぐに作ってくれる。あーでもそうか。でもその後、助けた後にすげえ杖武器くれるんだ。いや、物を渡したら、物資を止めてください。素材を渡したらな。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。ユナは長生きする術を知ってるの。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。文字がむずい。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。しかも寄り添える。なすべきをなしたまで。そっか。出た。俺が突き落とされた橋や。くだれって。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。豪華な牢だな。島の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
なんかもう逆なんじゃないかな、ハーンを牢に入れてるんじゃないかなっていうようななんか作りだったよね今。普通にめちゃめちゃ豪華だったよね俺の中今。実は叔父が技量を獲得した。あー技量1点、対馬の英雄技量を1点獲得、1点か、ん、消費すれば新たな技を獲得できる。転がって攻撃を回避する。うわーこれ強そう。ダメージを受ける寸前に、あいえいえいえ、これも強そう。普通に必須級な気がする。受け流した後気力が回復するんだって。よしノブ、ユナの弟は朝物氷、違う、朝も浦という壁で囲まれた村で保護されている。二人のみでは救出もおぼつかないが、ユナには手を貸してくれる友がいるそうだ。石川先生はなぜかなんとかかんとかの戦には参加されなかった。もし生きておいでなら叔父上の救出に助力してくれるかもしれない。ちょっとこっち行ってみようか。ノブさ、ノブさ、ボスと戦いてえな。なんか強いやつと戦って戦闘になれたいけど、戦闘はでもちょっと少なめだね。いやこういう赤狼とかさ、こういう時代感のゲーム好きやわ。なんだっけああいうの、ダーク、なんだっけ、ダークファンタジーより俺オブシの方が、はあ、あほい、あすげえ、あすごい、え、すげえ、すげえけどなんで？あれかな？こっちかな？お、坂井様、志村様のご検証で。なんだ、なんでお前俺のこと知ってるんだ。今は猛虎に囚われておいでだ。うん、ご心配なく、辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。
一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。なんだ心の平穏か。さようです。平穏を心に。火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。歌にしたら能力が上がるんだな。かようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。なんか変わった人だな。蜂の巣だ。飛べノブ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。頼もう。やばい、ごめんなさい、操作に慣れてなくて。我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。うわー、大根痩せてるな。でも簡単な家の入り方見つけたな。開けるモーションが少ない分こっちの方が効率がいい。そちらは坂井家の立ちでは。お、詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。デタラメな棒読みやな。よろしければ一度お試しください。ほう、なーにこれ。しゃあ、あー分かんなくなっちゃった。しゃあ、おお、なこれ。その太刀はまさに宝刀にございます。竹7本切るってやばいんじゃないの。リアルの刀マン。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。あー、ここ一方的に別れを告げられた。冷てえなーこいつ。いいじゃねえか、一晩ぐらい止めてくれよ。じゃあ代わりに物資もらってくで。来い。なんか絶倫君みたいなやついるな。龍が如くの。あ、こういう人は切れないのか。あ？妖怪花むしり。お！坂井様、生きていらしたのですね。すごいね、すごい作り込まれてるな。いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。
もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。え、めっちゃ花。なにこれ。虎の方向、強者だけが持つことを許される。うわ、花むしりてー。やり込み要素ある。ちょっとまあこれはこれでややこいな。こっちに戻すか。ではどうかご自愛ください。宿で石川のことを尋ねろってやつをずっとやろうと思ってるんだけど全くたどり着けない。こっちじゃねえな、離れたな。これか？あったあったあった、やどやどやど。頼もう。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。なんか平和なところは平和なんだね。なんかよくわかんねえな、この雰囲気が。この島が今どういう状況に陥ってるのか。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。私の弟たちを握ったことがないくせに早すぎと思ったみたい。じゃあ幾度も失敗したの。竹を3本切るのが精一杯やった言うてたで。俺は7本やでっつって今話に入って行きたかったな。先生の伝説は誠ですかね。旅の消息は物資が近くにあると振動する。誠だ。最も射抜いたのは船ではない。なんか海賊の頭だ。コントローラーがピクピクしてる。後ろめたいことでも。滅相もございません。まあええや。では心配には及ばん。この装束つけてるとなんか近くに物があると震えるらしい。はあ、ここやべ。俺も走ったらこいつも走ってくれるんだ。左と見た。道場はあの山の上にあります。うわー、なんか雲みたいなやつ出てきそうやな。助かった、ここまででよい。あと一つお尋ねしても。猿、4匹の猿を捕まえなきゃいけなさそう。さあ、分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。まあ透明な猿とかがいそうやな。でめちゃめちゃ可愛いよ、お米ちゃんがいる気がするわ。何故参られたのですか。ぴょーん。なんでや。すごいな、侍ってレベルじゃねえぞ。
やべえ。石川先生の道場。なあ！青空の鉢巻。困難を前にして笑みを浮かべられぬ者は武士とは言えない。怖いわそんなやつおったら。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。この血は古い。射抜かれた後に矢を抜いておる。ほうほうほう。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。ほう、神棚だな。あ、この辺はやっぱり壊せるんだ。開けるとこうなるんだ。武士にしては質素な伊織。伊織って何？人の名前でしか聞いたことない。今の入り方はまずかったな。いられてもしょうがなかったな、今の入り方は。世界の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で。しかもさ、壊したらさ、壊した扉がムービーに反映されるのやばいんだけど。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だった。殺すな。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。なあ、神の道、石川の丹。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？巴？女子か。巴流？生まれは百姓。だが弓は並ぶものなどおらぬ。雷使いそうだな。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子氏が。雷返し。あ。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。え、ちょっと待って。こいつの刀、虎の方向だ。ん？もう殺す。いや、めちゃめちゃいるやん。よし。よし。コモダでは負けました。こやつら酔ったタヌキだな。タヌキに戻る。ちょっとさ、タバコ持ってくるね。いいだ。
やっぱタヌキだ。やっぱタヌキだな。やっぱタヌキだな。よーし。あー、死骸が物資を落とすこともあるんだ。あ、やばい、こいつに解釈。高山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。争った跡が。襲われたか。いやー、辛いんだぞ、死にかけて。死にかけたことないけど。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。おお、免許怪伝。あれ思い出すな。なんだっけ、昔のプレステのさ、忍者のやつ。うん、天柱。巴が矢筒を捨ておくと。ほーれほーれ、敵から逃れると。キャー、捕まったか。では今頃。尋問か拷問。覚えてる、そのシーン。まさか多分天柱をやった人が一番覚えてるシーンだと思うんだけど。恐怖はもうこの武器。ほーれ、閉じろげば奴らの思うつぼぞ。キャー。お弟子は伊豆子にいると。中山だ。筋肉だ。それでは近いぞ。いやあ、わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。パワー。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ、話が。ここでいかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から。ありがとう。結構な弓。来てよかった。どうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕。こいつも早とちりしてる。でもよい。戦の前に試しておくか。マウス使わしてよ。したら手前にある灯籠を狙ってみろ。いやー、ほっ、的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。はいはい、集中せんか。今のは肩慣らし。ああ、こういうことか。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。どういうこと？いや、めちゃめちゃここやん。よし。ざけんな。次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの？どう思った？手に馴染みますな。舐めるなよ。大事にすることだ。舐めるなよ、じじい。この弓があれば、菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ。武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからや。なんか本当に、ちょっと、これさ、マジな話さ、本当の考察で冗談でもなんでもないんだけどさ、やっぱこの主人公はやっぱりちょっといろいろちょっと極端でおかしいよね。すごい正確に何割感を表現されてるよね。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを潜んじるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。でもこと戦闘だけで言えば赤狼感あるけどな。これ戦場をよく見ろ。
全体の流れとかは全く違うけど。ハチノスだ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。弓とかないのかな。あ、弓じゃない。あ、矢ってないのかな。耐えられるやも。やるかいはあるの。松明を打ち落とせば火花が飛びましょう。いや、面白そう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。どれにしようかな。開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやる。しかるの地に乗り込み、巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。やっぱ八かな、 B かな。やっぱ B かな。門が開きます。わしの合図を待て。待ってたな。お、わしの合図を待てって言った。やべ、離れちゃった。ごめんね。おい、うどくくちゃはるた。あら、ほいわい。ハチ、えぐいことになってる。ごめんね。まだだぞ。いや、構えて放置しとけばいいのかなと思ったんだけど、勝手に。奴らをメイドへ送ってやれ。ダッシャー。うわあ。あー、ヘッドショットあるんだ。むずい。クソ、マウスならお前いてぇ。ちくしょう、お前痛い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 。あー、めちゃめちゃ痛い痛い。そっちもあったんか。やべえ、もう作戦もクソもねえよ。ダメかもしれん。助けて、みんな助けて。あっちゃん、マジ腹立った、マジ腹立った。中にも敵が。すぐに消す。あ、しかも、そして巴だ。石川殿が石川殿が全部倒してくれて。じいじゃ。いやー、ムカつくな。またもちろんもう一回これやり直せねえのかな。もう一回やりてえわ。くそー、じじいめ、武士に恥をかかせてやがって。キルド。さて、バキバキのパワー系いる。やばいやばいやばい。ジーヤ、この野郎。水の型。
よいしょ、ほら。ジーヤが頑張っておる。やぶねえ。どこ行きやがった、あのガキや。天空ペケ事件。やべ、登れねえようにできてる。よし。G、俺に任せろ。弓はこうやって撃つんだよ。頭に当たらんから腹立つ。もうはしごじゃ。じい、俺死にかけとる。コントローラーのエイムか。ちょっと G で練習するか。こんぐらいだった。あ、捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。トモエは、待て、これはトモエのもの。あたりを調べろ。矢のエイムむずいな。誰かが住んでおったようだ。おなごの衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。つまり今、おなごの衣服ってなんか連続して言うと呪文みたいだな。なぜかタルコフを思い出す。おなごの衣服。エルゴノミクスだ。もうこの矢ではない。エルゴノミクスだ。確かですか。下の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。つまりじっちゃん、どういうことだってばよ。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。猛虎の言葉は分かるんだ。ここにわしの教えを猛虎に売ったということか。むちゃくちゃな女やな。あ、なんか言ってる。島の者です。違う。ああ、喋りかけなくていいのかよ。寒い。寒いってことはもうすぐ死ぬな。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む。解釈か。いてえよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。
巴もめちゃくちゃなやつやな。行くぞってどこに？殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だったのか。巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。おーおーおーおお。何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。ああ、すねちゃったよ。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そしておじ上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。こいつはムードバツついてるな。ムード丸ついてないな。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかはわからんが、足立政子殿を探せ。もう次から次に。石川のターン終わったな。おお、噂が広まる。さまよえる侍、最大体力が増加。どこも猛虎で溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。新たな暗愚。もう侍じゃん。え、あ、もうこれ取るしかないんだ。飛ばすのに向いたモロ刃の表具、敵の胸を突き一息に仕留める。うわ、これ欲しい。鉄ハウ。うわ、楽しそう。鳥持ち玉。うわー、鈴。あ、これは脳みそ。脳みそぐちゃぐちゃの俺には関係ない。O2 のところ行くか。あれ、もう侍の誇り捨てたよ。ここで足立が繋がったな。と、行くぞ。行くぞ鬼影。かー、こいつの名前信じゃなくて鬼影にして。黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。いや、鬼影の影はあの影じゃないんだよ。確か鹿の後に毛って書いて影なんだよ。鬼影ない。
いい子だ、ノブ。でも戦闘シーンだけで言ったらあれじゃない、結構ダクソの今のところはだけど、ダクソと赤狼の中間地点みたいな感じじゃない、スピード感ダクソで戦い方赤狼みたいな。鹿殺したら何かなのかな。どうした？どうした？お侍様。どうした？橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら。猛虎が谷で待っていて、下から矢を射い始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ、あとは俺が。え、じゃあまたちょっとそういうことで。今僕忙しいんで。いや、なんか新たな物語が始まっちゃうって書かれたからさ、それよりもとりあえず足立由美に会いたいなと思って。サブクエっぽかったけどね。お、なんかいるぞ。おーい、腕試しと行くぞ。あー、ラッシュ侍、バスティン邪魔、邪魔。安心せい、峰打ちじゃ。やべ、バカみたいに強い弓のやついる。クナイ強くない？めっちゃよろけるやん。うるさいうるさい。いけるか。よーし、だいぶ先頭にチェイチェイ。やっべ、いやー、R1 と R2 に間違えただけやん。なんかガードするところとかさ、あのジャストガードみたいなのでこう受け流すじゃん、敵の攻撃を。
丸回避もあるし。足立家の親方政子殿がおるはず。そこは結構あのダクソとか殺せ。んなんだ、やべ、狭いところに入ってしまった。あっぶね。なんだこいつは、いきなり現れて。朝子殿はどこだ。え、こいつつえ、なにこいつ、化け物みたいなセンスしてる。こいつらなんじゃ。うわー、またいねえよ政子。ん、猛虎ではないが野党でもない、正体を調べるか。どういう状況。何者かが押し入ったか。なぎなた、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血、乾いた血、蹄の跡、逃げた者がいたのか。ほう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 。行くぞ鬼影。数日。あ、一応だ。政子殿、私です。政子殿、やっぱりだ、お蝶みたいな感じだ。堺井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ、我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。なんかさ、ほんと雪だるま式にやることが増えてってない。雪だるま式にやることが増えてってない。親方に賊がおりました。
生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。この人の声かっこいいな。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。やぶねえ、定期的に馬を切りそうになる。これから小金寺に向かう。お一人残されるとは。一人ではない。ボタンがさ、いや違う違う違うんだよ。ボタン音がわかんない。あ、四角を見て、四角に見覚えは。四角に見覚えは。ない。よその百姓だろ。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。イチョウめちゃめちゃ綺麗だな。小学生の頃思い出すわ。行ってくれ。なんでや。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。そんな武士なのにそんな簡単にかたじけないとか言ってもらっていいのか。さっきまでなんか野党がどうとか言ってたけど、物乞いはええんか。酒井様。お。お達者のようで。弓師。男どもが噂してるよ。くだらないこと言うね。本当だよ。甲冑係と草原。お。置き引き。これは話す。酒井様、なんか助けた覚えのある顔してるな。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。これさ、英語で一回やってみたいわ。権次郎とか英語で言ってんのかな。おう、権次郎みたいな。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞ。Yo, what's up? これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。Yo, what's up, Gonjiro? みたいな。あなたの立ち寄りそうなところに無事だったのか、Gonjiro? Are you okay? どうぞお守りください。Gonjiro, are you okay? いつかこの苦しみさえも。酒井様、お達者のようで。あ、甲冑っぽい。刀鍛冶をお探しですか。刀鍛冶でした。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。また変なやつ来たよ。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。刀バカ。やべ、俺の顔で文字が見えない。酒井様、何も見え。十分な素材をお持ちください。怒られたし。鉄、ああ鉄か、あ担当か。また来よう。じゃあね。
またいつでもお越しください。あれ草原どこだ。あ、裏か。違う、これ甲冑だ。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。色が気に食わねえな。その際は素材をお持ちください。また素材だよ。すぐ素材。いや、色、青、俺嫌いなんだよ。体をお守りするためなら腕を振るいましょう。ああ、うわ、強化できる。素材を十分にお持ちでないようですね。朝だ、朝。陰ながらご分をお祈りして。これ草原か。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは徳心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。1280万色に鎧、湯に入りたくなってきた。光るゲーミング鎧。うわ、すげえ、なんかありがてえ場所だな。涅槃像とかいそう。完全に迷子です。赤狼とは違うと。ちょっとさ、言い訳させてほしい。今のさ、座ってる坊さんが話してる間さ、俺左のコメント見てたブラウザがクラッシュしてさ、それ直してたからこいつの話何も聞いてねえんだ。なんか身を清めろとか言ってたけど、なんかこぼれる光って、え、こいつさ、ナダルじゃない？めちゃめちゃナダルじゃない？で、絶対ナダルだよね、これ。で、風呂入れって言ってたけど、風呂どこあるって言ってた？風呂どこよ？鎧はお体に合ってます？まあまあナダルだよね。こういうの見ると鳴らしたくなるわ。今バグん、その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村でなんか法師の噂を耳にすることは。横で酒井様ご無事で。小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。
掃き掃除をする僧侶と話せ。掃き掃除をする僧侶と話せ。あいつか。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何ようで。誰の顔に似てるのかしか気にならなくなってきた。私の親方が襲われて、他の者は死んだと。もうこま。いや、裏切りだそうだ。ああ、あるし。おいたわしや。戦自宅をしたやつ。話入ってこなくなるからやめて。話入ってこなくなるからやめて。そのような声は、勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。裏口って言うとったよな。いや、こうなってきたら僧侶坊主ってなってくると大悟見つけたくなってくるな。ちょっとさ、あの視聴者で買った人さ、ちょっと大悟がいたらさ、スクリーンショットさ、ツイッターに送ってくれ。大悟いましたっつって。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。ちょっと探しといて、暇な時。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。RG 悪者だって。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。神谷方流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。ここから弓矢でいるべ。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。モナに釣られた。誰にも見られておらんな。隠れて。やってくると思うわ。思ったわ。それ浅いの。それやってくると思ったで。確かタンポポは身を隠してくれるはず。さっき隠れてたしな。鹿です。風の音だろうな。
いや部屋じゃねえから、びっくりした。なんかいきなりウルトラマンみたいな声出しやがって、びっくりした。部屋隠れましょう。プレステだよ、プレステでしかないらしいよ。釈迦です。近づきましょう。した武士だろうな。なほどおめえ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。そちらの精鋭を出せ。バキバキに安心しろ峰内屋。やばい。やっべ、ちょっと待って、強すぎる。いくらなんでも強すぎる。やつ、死ぬ死ぬ。こいつ、いや月がエグすぎる。いやどんだけついてくんの。ちょっと待って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 、おかしいって。奴らが区内持っとるんや。忍者かよ。お、朝だ。いや、ファームしたくなる系はまずいな。あ、びっくりした。まさこか。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。まさかとも。主にしか見えねえ。私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。こういう時代って拷問みたいなのなかったのかな。邪魔でするなら
殺すまで。わらびさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。まあこれはしょうがないと言えよう。名前と家紋だ。草原貞夫、舞梶原、大村。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。あるでな。政子のターン。村長。まあ村長行くべや。よし、いい子だ。風が分かりづれえな。走れ、ロブ。タッチパッドスワイパーさっきから結構 やりまくってるで。あの上にシュッてやつでしょ。ノブ、お前どっから来たんだ。今崖側から来たけど。こっちだよ。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞夫の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。
夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたのか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎を引っ捕らえてくれるわ。浮世荘村長、あんまりなんかボスゴンみたいな感じじゃなさそうやね。寺においでとは思いもよらず。そう考えるとゲームメイクはやっぱオープンワールド感あるね。すでに葬儀は済ませた。一人 MMO みたいな。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今は食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いする滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そうだね、まあ、なんか会話とストーリーを感じつつ、そろそろ八郎に追いつく。時々本当になんかめっちゃ要所要所でボス出てくる感じやろうな。調べてみましょう。近くにおるはず。そう考えると今考えたら、何こいつ俺についてきてんの。飲む。さあ、すーげー速度で追いかけてきてる。どっちに吹いてんだ。こうか。そう考えると赤狼ってボスめちゃめちゃ出てきてたね。今頭の中で考えたけど、ダクソもそんなにボス大量に出てくる感じじゃなかったもんね。風が止んだ。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、サダオの弟だ。誰だ。あー、つけるのね。バキバキにこんにちはしたわ。ここまずくない？隠れる場所ないが。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。はーい。脳なしより脳なしだった。つうかさ、これさ、馬車の真裏にはっついて歩いてたらバレねえんじゃね。中に入れそう。あの馬車の中に、中とかはねえのか。上か。上に乗れそう。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。近づきすぎるなって言ったらお前そこに行くんかい。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておる。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。文ちゃん、荷車はいい。馬を追うぞ。なあ、このばあさん後ろついてきよって。
え？見失ってないよ。めっちゃ見えてるよ。え、めっちゃ見えてるよ。なんで？あー、あっちか。左か。食料はいいって言ってたやつか。足はいや。まあ話してるとき基本コメント見てることが多いからね。なか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 どうして。走りながらしゃがむとスライディングするんやな。なんか暗いからいくら近づいてもみたいなところあるけどな。まさこ話そう。まさこ話そう。木こりの家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何、すぐにわかるさ。こいつもパワー系だ。裏切り者め。まあ、政子にはちょっと一人で頑張ってもらいつつ。危ね。やばすぎ。引き殺しした方が良さそうだな。弓兵狙うといっぱい後ろから刀マンが追っかけてくるから。加減はせんぞ。まずこれで一人減らして、峰打ちじゃってやった後に、いやもう殺意がすげえ。こうやって一人ずつ引いていくのが良さそう。いて！つえー、こいつら。弓矢がやべえ。まさこちゃんめちゃめちゃ撃たれてる。つえ、まさこ取るなよ。キルスティールされたんだが、ケース野郎が。サダオからの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。
これが確かに。ほう、これやっぱりあれだよな、なんだっけ、トランドル・レイナみたいな、なんだっけ、なんだっけな、フランチャイズ・ユミコみたいな、なんかいたじゃん、なんだっけ芸人、なんだっけ、太った芸人、あ、ユリアンレトリーバーだ。ちょっとユリアンっぽくない顔。ちょっと違うか。ちょっとシュッとしてる。こんな顔してなかったっけあの人。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。話すんかい。そう、ちょっと美化されてるユリアン・レトリーバー。傷つけはせぬ。我が名はサカ。お主はヒナ・サダオの妻だ。お前には聞いてもらう。です犯人は猛虎に決まっております。サダオ、あ、ちょっと違うな。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。ナンバーワンのパワー系だな。館に連れて行くしかないな。やっぱり家族を殺されたっていうところの表現なんだろうな。何も案ずることはない。誰にでも噛みつく狂犬。なんかボスと戦いてえよな、ボスと。さっきドルゴルスレンギンダグアドルジに負けてからもうちょっとボスと戦いたくてさ、しょうがねえんだ。ちょっとマサコルートを押し続けてみよう。なんだっけ、ハーンか。これからも頼むぞ。ん？なんだ？獣だ！逃げよ鬼影。まずい。二段ジャンプしようとした。赤狼の癖で今二段ジャンプしようとした。ノブに裏切られた。下の方に下って回る必要がありそうだな。崖の下に下りつつ山の真逆やな。やべえ、崖怖え。崖恐怖症になってきた。
なんかおったけど、しかとしよう。行って、お前敵かよ。俺助けてあげたのに。クマ弱っ。ちょっと足立をしていくわ今日は。ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞男と会うだろう。なあ、可愛い女の子がいないのはいいんじゃない。リアルじゃん、そっちの方がね。どうかお助けください。つうか昔のこの時代からすると美男美女かもよ。この時代の価値観から言うと。隠れ家だ。心当たりは。こんな時代にやっぱほら熊田陽子も、熊田陽子ちゃうわ、なんだごまきみたいなやつがいたら違和感えぐいしね。すぐに戻る。ほらなんか昔なんかあれマロみたいな人いたじゃん。マロみたいな眉毛ピンって思い出させておると。昔はああいうのがすごい可愛かったんでしょ。歩きましょう。すげえ食い気味で話してくるな。場所までな。あ、そうそう、オカメ納豆のオカメとかあれめちゃめちゃ美女だったんでしょ。助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしようって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついた。酒井とかもうめちゃめちゃイケメンで超モテモテの。でも結婚してねえから違う。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。今ジャンプしようと思って罰をしたらとんでもない速度で選択しちゃったんだけど。握ったまま姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびにもう二度と聞くことができぬとはな。どういうこと。左にスワイプってこうじゃないの。こういうことじゃないの。
押しながらやったらそもそも表示すら出ないね。スワイプ押しながらやったら何も出なくて、ゆっくりスワイプしても一緒で、早くスワイプしてもこれ。右もさっき試した。刀のマークになる。指離しても指離さなくても一緒やね。スワイプして丸、スワイプして四角。お、なんか文字出てきたぞ。すんだ。例してみるか。例もダメでした。笑ってはいけないみたいになってる。風も呼べないね。何もできない。丸三角四角バツ、押し込み押し込み、 L 一個上で回す、上下左右、何もできない。スタートボタンを押せるけどね。積んだ。あ、スワイプはずっとやってる。真ん中のパッドでできないから今悩んでる。これだね。お、装備してなかったとかそういう関係ないです。早っ、セーブ。
忘れてはならぬぞ。サダオは人を殺したのだ。すぐに戻る。話が変わった。それは熱っ。失礼。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所。これスキップできないんだよね。すでに俺もうずっと吹けないけど大丈夫これ。お、吹けるようになった。サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしようって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。ピーピロピー。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、マサコ殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親ざと違う方を選ぼう。いらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと来るぞ。ここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。危なかった今最初の2回。ドゥンドゥンとか言って。ああよかった。くどいてるやん。もうやめて、来ないで。え、館へ急げ。急ぐなり。あ、おれ、ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。あたりを調べよう。保証するみたいなこと言っといて。なんか今マーク出てたけどな。どこに出てたマーク。ちょっと一旦帰ろう。なんかマーク出てたよな。これか。こっちだ。右だ。左よ。中。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。お前邪魔くせえな。サダオが来ると踏んだのだ。だからヒナが死んだ。そのあれくにヒナが死にました。殺したのは裏切り者だぞ。仕向けたのはあなたです。デトロイト州、急に漂い始めるデトロイト州。デトロイト死刑だ。ここを開けろ。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。笛吹けねえ。あ、立ちを抜け。立ちを抜け。殺させるものか。ダッシャずっと血が止まらないって言ってるやついる。初雅子
はあ、いってまだいるやんけ。うわ、エイムいい。あー、弓はガードできないのか、避けるしかないんだね。八郎じゃん。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。叫ばれた、死んだ。叫ばれた後にもう逃げるんだったら殺す必要なかったんだよ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにしたものだ。諦めてなるものか。八郎は文を届けた。パワー系だな。もしかすると復讐の鬼だね。何かあったか。村長である貞男の弟八郎が持っていた地図、八郎食料を運んでいた場所が分かる。分かった、できた。お地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞男がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味が分かるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。いやでも雅子とさっきのやつ、下のあの最初にハゲてた弓矢のおっさん味方にしたら強いっしょ。雅子は殺してはならんよ。雅子推し。こうしてる間にどれくらいの時が経ったんだろうな。なんか本当に MMO 感あるわ、このクエスト終わった後に長距離移動させられるやつ。お使い感感じる。やってる感じ結構お使い感あるね。お使いゲー感ある。はあ、鹿は何も取れないんだ。これからも頼むぞ。あ、クマだけなんだ。反射的に殺しちゃいました。目の前に現れたんで。職業不要なんです。目の前に悪い癖になってんだ。そういえばコロナで観光者がめちゃめちゃ減って、ずっと長いこと腹壊してた奈良の鹿、体調元に戻ったらしいね。うわ、強いよクマ。ちょっと待って、クマ強すぎ。さっきはクマ弱えとか言ってごめんな。めちゃめちゃ強えわ。そう、なんかいつもゲリピーナッツだったらしいんだけど、あ、あれ八郎が持っておった地図。そう、ゲリピーになったらしいんだけどさ、観光者がいなくなって治ったんだって。信じて。腹近くに役立つものはないか。残念ながらですが、神社をお参りすれば手を差し伸べてくれる。いや、後ろから後頭部から漂ううなだる衆すごいな。何かいただけるかも。
神の加護を受けた護符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。どっちかっていうとフジモン寄りだな。違うな。お手伝いできることは？さあどうぞ見ていってくださいよ。酒井様、お達者でいらしたか。おお、純真ナダルじゃん。まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。純真これナダルっしょ。確か心当たりは、あ、ちげえ。あ、誰だこいつ。食料を届ける者に渡しているもの。誰こいつ。ルミンの野営の場所を記してあります。見たことね。これは誰や貴様。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。あれ死んだのナダルだったっけ。死んだの RG じゃね。足立家の女子供も殺された。裏切り者を。え、雅子に殺されたのはナダルじゃなくて RG じゃなかったっけ。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが。いや、ナダルイコール RG じゃないよ。二人いる。ちゃんと賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。別人や。何か分かったか。サダオはかがり火台におるやもしれません。うん、かがり火。あれは頭が。家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ。迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。パワー系ばあさん。お、五重の塔やんけ。サダオはなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗む飢えた民に言っておく。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を洗って待っておれ。間違えた。やべ、一騎していけなかった。いって、いって。攻撃の途中でももうこれ無理やり入力して避けないとダメだな。俺に教えてくれてる。ちょ、多すぎ弓矢。大撃。いっちゃ、お、伏せろって言えよ。汚ねえぞ。つか、まさこどこ行った。伏せろって言われてずっと伏せてる。
なんかバグってね敵。危ない危ない危ない。これなんか敵湧いてる。やっ、なんだこれ。うつえ。もしかしたら弓兵を処理したらあいつらはスルーした方がいいのかもしれん。サダオ、首を洗って待っておれ。慎重に勝負。えいっしょ、おらまさこ来たね、こいつ。ああ、クナイゲーな気がしてきた。クナイゲーな気がしてきたぞ。なんか敵バグってるよねこれ。下から来てんのか、湧いてんじゃなくて。てー、グロッ。クナイなくなった。わかった、三角で弾いた後にちゃんとコンボが決まるようにできてる。これいや、これがむずい。反応できねえ。二人だと違うな。二人相手がむずすぎる。やっべ。1,2,こいつ4回だったな。4回で、うわ、お前ふざけんなよ。なんか臆病者はそこで見ておれみたいなこと言いながら。俺のせいで死んだのだ。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。いやふずめ。殺したのですか。またやってるよ。もうずっとこいつはそう。ずっとそう。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。すーぐ殺す。いや、復讐のために生かしとけっつってんの。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。
守るべき民がおるからです。そして撃つべき仇も。雅子が一段落ついたらいいベースボールやるか。私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。いや、都合のいい風に解釈すんなや、こいつ。お主もな、今さら後には引けぬぞ。でもなんかさ、他の裏切り者も日本っぽさとかって知らないけどさ、なんかの村で待っておるぞ。俺ゲーム散歩見てからすげえ気になるようになったんだけどさ、風景とかこの鎧の甲冑の作りとか、このバグの感じとかさ、刀とかさ、こういうのを海外の会社がよくここまで作れるよね。本当に日本好きが作ったのか、日本人が、優秀な日本人がいるのか、日本人でもわかんねえようなことだろうに。ゲーム散歩を見てからね、すごいそういうのが目に入るようになってさ、いやすごいなって。まあでも多分この色の靴輪はつけてなかっただろうな。あれ、マサキン TV どこ行った？終わった？あ、マサキン TV 終わってるやん。じゃあ今度は次やるときは石川先生のところからやろうか。早きこと雷のことし、あべ、なんかサブクエみたいな。ああ、水の方は隊長を二人倒したらいけるんだ。うわ、月強そうだけど使わなそう俺。区内の数上げたいな。なんかあったよね、区内の数上げる。あれ区内ってどこで上げるんだ。あ、これだ。これ俺ワイプで消費する場所消えてる？ちょっと一旦消すね。あ、右上か。噂を広めれば開拓できる。開拓は基本的に噂を広めないといけないんだ。あ、これめっちゃ欲しい。足抜き、高所から飛び降りる際着地時に回転してダメージを防ぐ。おお、これ俺必須だろこれ。ユナは屋根から飛びかかっていた。さすが野党。狙いを定めているとき一時的に。おえー、めっちゃいいじゃん。倒れても立ち上がることができる鋼の石。あー、一騎打ちに勝利するともう一人の敵を一撃で葬ることができる。最強じゃん。うわ、なんかもうちょっとやりたくなってきた。くー、でも結構さ、ゆったりめでそんな激しいゲームじゃないじゃんこれ。
だからちょっと早い段階でやろうかな。早めに起きてる時に4時ぐらいからスタートしたり、ちょっと夜ももう遅くなってきたねっていう時にやりたいな。